やー眩しいんだよねあれ西日がさね、こんにちは良い子のみんないや悪い子のみんなもお元気ですか、野菜講座ということでねドゥクドゥクドゥクヨウということでね今日はね大根の収穫するんですよ。それで大根引っこ抜いてね、そうどうやって大根ができてるのかそういうのをねみんなにちょっと見せてあげようかとドゥクドゥク思ってヨウ。で大根ってさ木になると思ってる木じゃないんだ土の中でできるんだよね。それをちょっと今からさ紹介するからドゥクドゥクよろしくドゥク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 最初ね大根引っこ抜きドゥクドゥク行ってみようということでございましてね最初これかぶせてあるこれはさ虫が入んないようにしてんだよね。良い子のみんなならわかると思うんだけども虫っていうのはさ葉っぱとか大好きだからすぐ食べちゃうの。今なんかねまだあったかいからさモンシロチョウがほら飛んでるわけよ。でそういうのほら入んないようにこう囲ってあるわけ。はいここら辺ね大根ねだいぶできてきたと。これ新鮮だからさこういう葉っぱのところも味噌汁おしんこにするとね美味しいんだよ。だけどあれかな子供たちはおしんこもね食わないからね。最近の子はほら味噌汁も飲まないじゃん。あ今ほら蝶々飛んでたなあれがね入っちゃうと大変なことになるんだよね。まあここから大根を、取るところをね、見せてあげよう。今日お手伝いが一人来てるんですよ。この人です。この人ね仮面を脱ぐとだいぶお手伝いに役立つんで。よいしょ。頑張ってやってますがちょっと力が足りないようなんでね。私の方がやってみましょう。こんな感じ葉っぱを避けるとこんな感じだねほら。まあ土だよね。土に刺さってる。これを抜くんだよね。ちょっと片手でやりにくいんだけどね。よっあらなんかこんなになっちゃった。ちゃんと耕さないとさ土硬いとこういう風になっちゃうんだよ。まあこっちの方が良かったけどこれはねちょっと農家の人には笑われちゃうねこれまあ上の方はまあまあ大きいよね。それでほらこういう葉っぱ美味しいんですよ新鮮だからね。今日はね大根おろしとかさ魚を食おうと思ってるんでもう一本ぐらい抜いてみようか。じゃあもう一本抜いてみようね。なんかこれも曲がってる気がする。よいしょ。あ見てこれ超まっすぐすごいよこれまっすぐこれはすごいね。いや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 、ちょっと大きいですよこれ。見えるかな。ね。いやーよかったよかった。こんな曲がってんのばっかり見せたらさ、なんか恥ずかしいからさ、まっすぐね。まっすぐな生き方とね、私のような大根ですよこれ。まっすぐ。こんな感じでね、大根っていうのは。育っていくんだよね。良い子のみんな分かったかな。大根講座でした。はい、ということでね今日は大根の収穫でしたが、今日の復習ね、ここ試験に出るよ。ちゃんとノートに取っとくように。大根っていうのは木になるんじゃないです。人参もそう、土の中にできます。そして例えばね大根はまあ最初こう植わってんだ。これが土だとするとさ、成長につれてどん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 こう上に出てくんだよね。パワーがあるんですよ。ちなみにこの大根っていうのは、青首大根って言って、こう青いでしょ。で、そういう種類の大根なんです。で、土をよく耕さないと、こういう、ちょっとね、変わった形になります。ね。ちなみに良い子のみんなはね、お母さんの足を見て大根のようだねとか言ったらね、怒られちゃうからね、そういうことは言わないようにしましょう。さあ、それでは今日は大根講座でございました。
ググドク。それでは皆さん、次回はね、株価なんかやりますからね、お母さんと一緒にぜひ見てください。ドク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 、ヨーヨー。それではね、良い子のみんなにちょっとだけ予習復習、予習をね、コーナー、次回人参もやろうと思ってるんだけどもさ、さっき言ったじゃん、大根土の中だよって。人参もほら、こうやって土の中にできてる。まだちょっと細いから取らないけどね。人参も木になるんじゃありません。いや、俺実はね、木になるとずっと思ってたんだよね。あとキクラゲなんかはさ、海にいるのかなと思ってたね。キクラゲはキノコの種類だった。はい、人参さんね。あとイチゴのね、花がちょっと咲いちゃったりしてるんだけども、まあこれは今咲いてもしょうがないんで、取ってしまいますが、ということで予習復習も大事です。良い子のみんなね、あの今日はね、ちゃんとよく授業聞いてくれたんで、トマト、これもね、取るところを見せてあげましょう。まだちょっとオレンジ色だったりするけどさ、これなんか赤いでしょね。トマト、トメイト、トマト、トメイトン、これあのちょっと覚えてください。これも試験出ます。あ、ずいぶん季節外れなんですよ。トメイト、トマト、トマトンで季節外れなんだけども、まだもうちょっとできんじゃないかなと思ってさ、うちの方なんかもほら、赤いね、赤いトマト、赤いトマト、赤いね、トマトもうまいよね。あれ、子供たちはさ、トマト嫌いな子もいるのかな。子供はなんでトマト食わないやつもいるんだよな。大きくなれないですよね、トマト食べないと。奥の方にも結構いっぱいできてんだよね。うん、ほら、いっぱいできてるよ、この辺も。結構でかいんだよね、まだ。もう他のね、畑の人はみんな片付けちゃったんだけど、俺んとこだけまだちょっとあるんだよな。あら、落っこっちゃった。それではね、良い子のみんなもね、トマト取って、トマト食べて大きくなりましょう。